世界丸見え。テレビ特捜部、世界丸見え。テレビ特捜部、世界丸見え。テレビ特捜部、英賞、は、日本テレビ系列で、毎週月曜日の20時21時、JST に放送されている、ドキュメンタリーバラエティ番組、通称、丸見え。放送開始から29年以上経過している、長寿番組、 2006年9月4日の放送からハイビジョン放送実施を開始したが、スタジオ映像とビデオ映像は4、3のままで、両端に番組タイトルを表示している。同年10月9日の放送より、スタジオがハイビジョン対応になり、映像も16、9のハイビジョンとなった。2011年10月からステレオ放送を実施している。 2009年10月4日から2013年3月31日までは毎週日曜日の12時45分から13時55分にアンコール放送である世界丸見えデラックス特別版を放送していた後日世界各国で放送されている番組から厳選した番組の内容を紹介する番組基本的には 外国のテレビ局より購入した番組を再構成して放送するが企画によっては独自取材を行うこともある。海外の人気番組に本番組の企画に協力してもらうことも過去にあった。ドッキリなどのバラエティから事件解明再現ドラマまで様々なジャンルを扱っている。リニューアルまでは番組後半テレビ特捜部ザベストと題したいわばニュース番組でいうところの 特集があった。2002年頃までは、スタジオの初代司会者、楠田恵里子の横にモニターがあと、これに楠田が指を差しながら紹介していたが、後に CG によるものになっている。一度だけ、モニター時代にモニターが登場と同時に、爆発するというドッキリを楠田に仕掛けたことがあったが、例によって、楠田は全く動じなかった。本番組が好評を受けていることもあり、 世界丸見え。特別版や世界激戦映像丸見え。として、不定期に土曜日の昼間にスタジオなしのナレーションだけの特別版を放送することもあった。1969年10月から1990年3月まで放送していたトップ10シリーズの後番組、ところさんの真っ赤なテレビが低視聴率によって1クールで終了し、秋開始の TV マンモスの準備期間のつなぎ版として、この、丸見え、が放送された。1990年4月4日19時から2時間、放送した、たけしところが選んだ、笑える TV 番組グランプリをレギュラー化した、ものであった。1990年7月9日に放送を開始。この時のゲストは、吉村作治、吉村明弘、中畑清森川ゆかり。 前田紅葉だった。当初の予定通り9月17日に終了。なおこの時期の司会は、所ジョージと、楠田恵えりのみで、ビートたけしは出演していない。レギュラー終了後、1990年9月28日、金曜日、ゲストは、関根つとむ、佐野良子、長島修雄中田義子と1990年12月29日。 土曜日の同日とも21時22時54分に特番を放送し2度にわたる放送が好評だったため TV マンモスを打ち切って1991年4月15日に再びギュラー化この2度の特番と再スタート時から司会にビートたけしを加えた当時スタジオで VTR の振りとしてところが世界と言ったのに続いて全員で丸見えとコールしながら 両手をの上につけ、両手で輪を作った、なんちゃっておじさんのポーズをするのがお約束となっていた。当番組のオープニングテーマである、ハリウッド万世、エンディングテーマともども、番組開始当初から同じ曲が使用されている。一方オープニングに使われる、3DCG アニメは何度も差し替えられている、初代ロゴ初期は最初に、 タイトルが前面から一文字ずつ同時に現れるシーンがあったが、90年代後半に最初からタイトルが表示されるようになった。二代メロコの2006年10月に最初のアニメーションが復活し、2010年以降は再び最初にロゴが一文字ずつ出てくる CG となった。三代メロコの2012年4月以降はアニメーションが変更されている。 2006年10月9日の放送から番組ロゴが初代から2代目にリニューアルし、英語表記及びサブタイトルのワールドグレート TV も表記されるようになった。そして2000年代に入っても珍しく公式サイトを持っていなかった番組の一つだったが、この日の放送終了後、公式サイトがようやくオープンした。これと同様なスタイルを持っていたのは、 やはり同じスタッフによって構成されているところ、常時司会の1億人の大質問笑ってこらえて。である。2009年4月より、平日対バラエティ番組、サプライズ、スーパーサプライズの新設に伴い、19時58分、20時54分に変更、2分拡大。これにより、日本テレビの20時代は、すべての曜日がフライングスタートを行う。 日本テレビ系列の月曜20時代の番組がフライングスタートになるのは日本テレビ史上初である。ただし開始前には30秒の買うキャッチャーがあるため正式な開始時間は19、58.30からとなるが当時の日本テレビの20時代の番組で買うキャッチャーがついているのは当番組のみだった。 2009年9月28日放送分の3時間特番で番組開始当初から司会を務めていた楠田恵里子が降板した。この回のラストはこれまでの楠田の活躍ぶりを VTR で紹介した後、ところ、たけしと当時のレギュラーである東山の之からそれぞれ祝福の花束が贈呈され、書、世界、楠田、丸見え、と言いながら、戦術の なんちゃっておじさんのポーズを取ると、スタジオ内のキャノン砲から、紙吹雪が発射されて祝った。楠田の後任は、西尾ゆかり、当時日本テレビアナウンサーが担当した。2009年10月から、スーパーサプライズが2分短縮し、19時56分までの放送になるため、当番組は19時56分開始に変更になったが、変更後も30秒のカウキャッチャーは存続のため、 正式開始時刻は19、56.30となる。また、スーパーサプライズ短縮に伴い、水曜日と木曜日の二十時代番組への接続は、ステブレレスに変わったが、当番組のみは引き続きステブレ入りで接続。この結果、二十時代番組へのステブレ入り接続は、月曜日と日曜日、ザ・鉄腕・ダッシュ・世界の果てまで一って9だけになった。 2010年4月19日放送分からは、月曜19時枠の番組が、不可思議探偵団に変更。そして2011年10月24日、放送分からは、宝探しアドベンチャー謎解きバトルトレにそれぞれ変更されたが、一貫して、ステブレイリ接続及び正式開始時刻は変わってない。しかし2013年4月22日放送分から、月曜19時枠番組が赤丸。 スクープ甲子園に変わると、ステブレリ接続はそのままだが、19時枠番組からの、クロスプログラムと番組前の買うキャッチャーが廃止され、正式開始時刻が19時56分に変更。そして同年10月21日放送分より、月曜19時枠番組が、有吉ゼミに変わると、ついに19時枠番組との接続は、初のステブレレ数に変更。この結果、 二十時代番組へのステブレ入り接続は前日の日曜日だけになった。2012年4月9日、放送分からリニューアルが行われ、外国人エージェントが世界中から仕入れてきた VTR を紹介するというスタイルに変わった。また、西尾とレギュラーだった少年隊の二人が降板し、交番に際して挨拶などの演出はなかったところ、たけしとゲストのみに、 ナレーターも一新された。番組ロゴが2代目から3代目に、スタジオセットもところの移行により、森の秘密基地をモチーフにしたセットに変更された。また、同年5月21日放送分からは、西尾の公認として、杉野学美、日本テレビアナウンサーが MC に加わった。2013年12月23日18時45分22時には、 番組初の生放送スペシャルが放送された。2014年11月24日19時21時54分には番組25年目突入を記念した3時間スペシャルが生放送された。スペシャルゲストとしてアカシアさんまと初代進行役のクスダが生出演した。2016年4月4日19時21時には 放送1000回を記念した2時間スペシャルが放送され、スペシャルゲストとして、アカシアさんまが出演した。以降毎年4月のスペシャルには、アカシアさんまがゲスト出演している。2017年4月3日より20時21時の60分枠に枠切り変更の上、フライングスタートを廃止及びい枠拡大となり、枠変更、拡大後初回は19時からの2時間 SP。 同月10日から4分後拡大される、有吉ゼミから及び、人生が変わる1分間の、新い,い話にミニ番組を挟まずにつなぐ編成をする。なお、枠切り変更初回は、放送27周年を記念して、アカシアさんまが、スペシャルゲストとして出演した。2018年9月10日、放送文をもって、三代目振興役の杉野学美、日本テレビアナウンサーが降板し、 翌週9月17日の3時間スペシャルからは、岩田恵里奈、日本テレビアナウンサーが4代目進行役を向ている。本番組ではところはたけしを、おじさん、たけしが映画監督として、世界的に認知され出した頃からところは、北野さんと呼んでいる。個性豊かなナレーションもある。主にマジックなどの大規模なイベントでは、熱狂的な煽り言葉で絶叫する弘雅、広中まさ 間の抜けた出来事をクールに鋭く突っ込む掛川博彦。中国などの食文化や風習を情緒豊かに語る武田博士など、ベテランナレーターによる時にはアドリブも交えた話芸である。バーチャル動物同士のバトルを放送するアメリカの番組アニマルフェイスオフ動物真剣勝負を紹介する際には K1 などの格闘技番組でナレーションを担当している立木文彦を起用した。 たけしはピコピコハンマーを常備しており突っ込みに使用するが、ほとんどの場合ボケた本人ではなくところを叩く。最近ではところが自ら頭を下げ、叩きやすくする配慮もしている。1990年7月から2004年3月までは、全時間のアニメ、放送開始当時、やわら、1996年1月以降は、名探偵、コナンの終了直後に、 広告なしで5秒間の司会者3人が登場する PR 画面、クロスプログラムがあった。この告知は、1990年代当時はクスだが、この後は。というと、たけしが大木凡人の機関車、トーマス、セーラームーンというように全く別の番組名を追っていたり、もちろん画面には正しい番組名が表示されている。世界、丸見え、これを言った後、クスだ。 ところがあら、この後すぐ、と言っていた。他にも、世界丸出してんこ盛りや、世界中を見えといったバリエーションもあるや、三人全員で、世界丸見え、と言った後に、この後後と言っていた。後にたけしは、見てねえというようになりボケはなくなった。その後は、VTR の一部とナレーションのみの通常の予告となっているが、2013年4月22日放送分からは、 廃止、これで、日本テレビの19字枠20字枠番組のクロスプログラムが存在するのは日曜のみとなった。たけしの番組名ボケは、天才、たけしの元気が出るテレビ、や、他局であるが、たけしの万物創世記、朝日放送や、クイズ丸ごと大集合、TBS、岸士特番の、それぞれの直前予告でも見られた。オープニングは、 ビートたけしが着ぐるみを着て登場する。初登場の番組復活後、第1回ではたけしは着ぐるみではなく、普通の服で登場した。着ぐるみの種類は雪だるまなど、多種多様で、時には蒸気、炭酸ガスを発射するもの、水、炭、小麦粉、クリームを発射するものも登場している。2012年以降は、お笑い芸人、たけし軍団、ダチョウクラブ、 出川哲郎などのしの面識がある芸人、バイキングやトレンディエンジェルなどの若手芸人などのゲストが毎回登場後、しからバズーカやパイ投げなどで全身を汚される、あるいは炭酸ガスや冷却ガスを放射されるなどで悲惨な目に遭うのがお約束となっており、お笑い芸人のミスタジオでは、ジャージ姿、男性は、女性は、阿佐ヶ谷姉妹は、イメージカラーに合わせたに着替えて、 VTR を鑑賞する。着ぐるみは視聴者からもデザインを募集しており、それが採用されることもある。視聴者からの採用デザイン代後は、2006年12月4日の放映で着られている。2018年9月17日の3時間スペシャルでは、本来攻撃を受ける予定だったよい降、ありの進むかな、浜口優恵のパイバズーカが誤って、荒又博氏に当たってし、青いジャージも、 酔いこむけにしか用意されていなかったため、アラマタはグレーのジャケットを脱いだ状態で本編鑑賞を行った。また、岩田アナも冒頭でバズーカを受けたため赤いジャージに着替えて進行を担当した。2019年9月23日の3時間スペシャルでは前述の攻撃を受けてからか、アラマタもバズーカを暗い青いジャージ姿で鑑賞している。2019年7月8日、 放送文では、田中直樹、ココリコが、探検隊の衣装で登場し、冷却ガスを暗い帽子だけを外し、着替えずにそのまま干渉した。春春クリニック P は、新しい術衣に着替えた。これまでの着ぐるみの製作費の合計は、数千万円と言われている。200回記念特番1995年では億を超えたと述べられている。 制作費が明らかにされている中での最高額358万円は長崎にあるカステラ屋の熊であった。なお、最低額1500円は大道具さん。この着ぐるみを着たたけしを世界各国の人に見せ、反応を伺うというコーナーがあったが、その際、映画監督としての北野たけしとのギャップに驚き、泣き出してしまうファンさえいた。この時にたけしは営業妨害だ。 と語っている。このコーナーの総集編を初めて流したのは、世界の人々よ、日本の番組を見てくれシリーズのモスクワ編。モスクワの小学校で、子供たちにこのコーナー VTR を見せたが、大笑いした後の子供たちの感想が、自分を犠牲にしても皆を楽しませようとする偉い人と、冷静に分析された。なお、未開のジャングルに住まれる方々に見せた檻は、これほど聞かざれる。 立場のものなのからと部族長と勘違いされて貴重な狩猟の道具を送られていた。平成教育難、平成教育委員会、ゴールデンハンマー男、100万円クイズハンターなど、この番組の司会者、またはレギュラー出演者に縁がある他局の番組が元ネタの着ぐるみもあった。オートバイ事故直後に放送予定であった着ぐるみは、ウェイトレスが運んできた皿には、 血まみれの生首、たけし本人が乗っているというものであった。しかしこれは差し替えで他の着ぐるみの回が放送され、収録ストック分最後で放送された。なお、同日収録分はオートバイで走り回る暴走族の着ぐるみであったので、これも日付を後に差し替えられている。パネリストは画面から左に準レギュラーにから三人、正面に女性司会者、ところ、 たけし、右にゲストパネラー2から3人、2人では女性タレントと男性タレント、3人では女性タレントとお笑いコンビ一組の場が多いという構成になっている。2012年4月のリニューアル以降は、ところ、たけしの右隣にゲストが2人から3人、高い椅子に2人程度座る。ほとんどの時間はトークが中心で、料理から最新グッズを紹介することや、 クイズコーナーもある。以前は、ロシアンルーレットというコーナーもあり、2003年頃から行われていなかったが、2009年3月30日の2時間スペシャルで、久々に復活した。クイズコーナーで出題されるクイズには、何の広告かを当てるクイズ、正しいと思う事柄を、ABC の中から当てるクイズ、分かったら、正解を叫ぶ、クイズ、5秒で考える名前通りの、 5秒クイズなどがある。一定数の問題を終えた時点で、正解数が最も多い参加者が優勝となり、景品が送られる。かつては、スーパークイズスペシャルで出題されたこともあった。再放送はかつては行われていなかったが、2009年10月4日より、過去日本放送で反響があった VTR を集めた、世界丸見え、デラックス、特別版が放送されていた。 当番組では、本放送の再放送 VTR のほか、スタジオでは独自の特集やトークが繰り広げられる。く田は2009年9月に本放送の司会を交板したが、このデラックス特別版の司会として引き続き出演していた。放送時間は当初、毎週日曜日10時25分11時25分で、あったが2011年4月より、 日曜日12時45分から13時55分に枠移動した誰だって波乱爆笑が枠移動し放送時間が拡大したため枠移動後は関東ローカルとなったが毎週一人ずつゲストを迎えている2013年3月31日をもって放送終了ほかなお武田博士はこちらを担当しておらず武田がナレーションしていたものは新たに 収録し直されている。一時期以下のつぼねでも同時ネットされていた。本番組では海外の人気番組を集めて放送しているが、その中でも番組内でたびたび放送されることになった番組を本項目では記述する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。